セット、そして福島県からいわきおてっとさんの皆さんが出展されています。ここで大土復興差し子プロジェクトの内野めぐみさん、そしていわきおてんとさんの松本幸子さん、それから大地を守る会から大塚二郎さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはですね、大土差し子プロジェクトについて教えてください。はい、岩手県の大土町から参りました差し子プロジェクトの内野と申します。私たちは地元のお母さんたちと一緒に差し子っていうか刺繍を使った商品を作っています。今日私が着ているこの T シャツも差し子プロジェクトです、はい、素敵ですね、うん、私自身は実は震災後に岩手土町の方に移住して、すごくまあ気がついたことが、地元のお母さんたちってすごくその当たり前のことって何もないんだよって教えてくださって、一つ一つのことにすごく感謝してくださるんですけど、まあ、今日すごいこのキャンドルナイトっていう日なので、皆さんもすごく大切な人のこととか考える素敵な時間になったらいいなと。一つ質問いいですか、はい、差し子っていうのは何なんですか、はい、差し子っていうのは日本に伝わる、特に東北地方に伝わる、もともとは布を補強するための技術なんですけれども、お母さんが家の中で子どもたちの古着をチクチクと針を進めるような技術のことを言います。なるほど、この T シャツにこう縫われてるのがそう、はい、これね、なんかね、立体的ですごい、なんか乳首触ってるみたいな感じですね。すごい。炎の部分を胸元にですね、刺繍していただいて、ここにも、この袖口にも。なんか触るといいんですけど、これ売ってるんですかね、今日は。はい、売ってます。あそこのですね、ブースの方に。はい、ブースでですね、公式 T シャツとしてですね、100万人の。これですごい質もなんかいいんですよね、さっきから見てて。そう。はい。実はね、ここにはストーリーがありまして、大土差し子、ね、福岡差し子プロジェクトの隣にはいわきからいらっしゃいました。活動をちょっとご紹介いただいていいですか。福島県のいわき市から参りました、いわきおてんとさん企業組合の松本と申します。私たちのプロジェクトなんですけれども、震災以降福島県のいわき市では耕作放棄地がすごく増えてしまいましたので、その解消のために有機栽培で綿花を育てまして、その綿花をさらに製品化していくプロセスで、地域の雇用ですとか新しい産業ですね、なんというかこうきちんと考えまでも含めた新しい産業、ものづくりのあり方っていうのを考えていきたいなと思って、今いろんな T シャツですとか、それから手ぬぐいですとか作ってます。でまさにこの T シャツもですね、弊社の方のボディを使っていただいて、はい、公式 T シャツを作っていただいてます。で今ね、ガクさんが手触りがすごく気持ちいい。なんとこれ、大地を守る会の大塚さん、どういう経緯で出来上がった T シャツなのか、改めてご紹介いただけますか。はい、ですね、今回ですね、大地を守る会というですね、企業がですね、主にはですね、有機野菜を宅配でお送りする会社なんですけども、さまざまな社会的な問題をビジネスで解決するというですね、社会的企業という側面も持ち合わせている面白い会社でして、今回のキャンドルナイトも J-WAVE さんと主催していただいたりとかしてるんですけども、公式 T シャツを今まで作ったことがなかったんですね、うん、はい、なのでぜひ作りたいという思いがありまして、で、ただ単に作るだけじゃ面白くないので、東北復興への思いを込めてですね、この T シャツを大地を守る会がですね、第一産業復興支援基金という基金をですね積み立てておりまして、そこの基金をですね元に制作させていただいて、で、あれですね、うちのイベントにたまたま他のイベントで参加してくれた内野さんの立ち話で交渉してですね、どうにか今度キャンドルナイト T シャツ作りたいんだけど手伝ってくれませんかということで、口約束でですね、約束を取り付けてですね、はい、でもちろんですね、食材もオーガニックの野菜を提供しているものですから、はい、T シャツもオーガニックコットンにこだわりたいと思ってですね、確かに、はい、そこでですね、
あのパタゴニアさんに紹介していただきました。はい、いわきおてんとさんというあの福島でコットンプロジェクトをやってるオーガニックコットンプロジェクトという福島オーガニックコットンプロジェクトですね、はいはい、をやってるあの組合があるのでということで紹介していただきます。本当にね、あのデザインも素晴らしいですし、刺し子 の、ね、あのお母さんたちが一針一針本当に丁寧に縫っています。ぜひ今日はこの記念にここでも買えるんですよね。そうです、あそこのです、ね、入り口付近にあるです、ね、あのブースがあります。 T シャツブースがありますので、はい、そこでですね1着4200円で売っておりまして、うん、で売上はですね全額大土刺し子プロジェクトさんと、あのいわきおてんとさんにあの寄付するチャリティー T シャツと、うん、チャリティー T シャツ、はい、を持ってますので、はい、皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ手に取ってお買い求めください。大土復興刺し子プロジェクトの内野さん、いわきおてんとさんの松本さん、大地を守る会より大塚さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。